スウェイ、どうもアリシャンです。どうもマイナです。どうもサオリンです。イエーイ、はい、はい、というわけで今日はモッパンですかね。違う見えてるのよ。メイク動画でございます。久しぶり、はい、久しぶりの、これは毎日メイク、はい、毎日メイクね。毎日メイク、いや、あの、うん、まあちょっと最近、はい、結構美容系の、うん、なんかツイッターとかを、うん、インスタを結構見るようにしてる、意識して。やっとエロ動画を見なくなった。エロ動画しか見なくなった。で、まあまあ、毎日メイクというか、まあ、うん、やっぱ可愛いの見つけるから、うん、メイクしてみたいなみたいな。はいはいはい。初めてメイク？あ、正直まだ使ったことがなくて。あー。でも多分ピンクだからね、似合わないことはないと思うよ。はいはいはい、おー。ということで今日の、いいっすか？はい、今日のテーマを。テーマ、はい。えっとですね。はい。高投げ大人可愛い新春ピンクメイクでございます。あー、新春もうインスタの広告読み上げるのやめてもらっていい？あ、でも基本ベースは普段やってるやつで、うん、あ、そう、そこに加えてちょっと新しいものを使ってみようっていう感じですね。じゃあ前とだいぶ変わったんじゃない？あ、でもね、ちょっとね、ちょいちょいね、新しいね、ものがね、物が増えてます。どれが盗んできたやつ？やめろやめろ。どれ万引きしたやつですか？やめろ。押収されたやつ。ルイ・ヴィトンのメイクだ。はい、というわけで、じゃあ今日はマリナさんのメイクからやっていきたいと思います。はい、お願いします。下地の方、はい、はい、下地まで塗っちゃうから。うわ、あ、一個ちょっと、はい、初めて見る人には、はいはい、びっくりさせちゃうと思うんで、はい、首絞められたんです。あ、ちょっと顔がちょっと腫れてるんですけど、はい、この脂肪の方吸引して、脂肪吸引をしました。ちょっと顔が腫れて、ちょっとテープもあるので、はい、あ、じゃあダウンタイム中ということ、ちょっと、はい、普段もっと遅いよって、もっと遅くなるよって。まずキャンディーロールのピュアブライトピュアベースラベンダー、ラベンダーは透明感が出るよね。で、これしたらいい？ちゃんと今日はじゃメイク動画でやるの、はい、ああ、いいね。いいね。慣れないことすんな。まず、こう、後手置きないよ。はいはい。後手置きないよ。え？後手置けねえ、後手。後手置けねえ。後手置けねえ。で、こう使っちゃう。うわ、そんなの使ってなかった。初めて使ってた。え、何これ。初めて使ってね。なんかね、どうやらね、うん、、普通はさ、こういうのをさ、これなんだ、ファンデーションじゃん。うん。ファンデーションはパフパフいっぱいするやん。パフパフ。パフパフ。パフパフ。パフやるやん。下地をね、めっちゃね、いっぱいね、パフパフした方がいいらしい。メイク動画のね、はい、先生がね、言ってた。ベースを叩き込みましょうって。で、マリアちゃんってさ、なんか言われたこと素直にさ、受け入れるよ。受け入れる ね。そうなんだと思って。で、うん、やるよね、ちゃんと。だうちのツイッターのいいね欄見てみ？もう化粧品ばっかよ。そうなんだ。そんなイメージない。って思うじゃん。うん。うん、違うんです、今年のマニアは。今年から変わった。違うんですよ。はい、まあこういう感じ。はい。で、次は、こっち使いますか。緑の方。紫の玉ねぎ。ミントグリーン。いや、これ二色使いっていうやつなんですけど、はいはい、この緑の方は二色使いって。二色使いなんです。いや、どこに二色使いなんだ。なんかどうやらこれを、うん、これ、ま、白くするのよ。うち赤みが結構出るから、赤みを、うん、消すにはこの緑を、うん、でもこれ全部塗っちゃうと白すぎちゃうので、うん、このなんかこういう鼻の横とか、あ、この頬とか、ここの部分だけに部分塗りね。部分塗り。おな、だとしたら手に出しすぎじゃない？出しすぎたね。すんごい出してるけど。あ、見せました。いや、いや、来たな。まあまあ、こういう感じで塗っていくと。ちゃんとスポンジも分けてる。そうよ、そうよ。違いますから、今年は。あ、なんか一味違うね。なんか全然違う。もういい女になりつつあるんじゃないですか、うん、今年の前には一味違うから、やっぱり、うん。で、次はですかね。うん、何しようかな。シェーディングの方。早速。これはまあ、キャンディー、どうじゃねえ。キャンメイク。はい。ちょっと今テープあるから、微妙なんだけど。うん、まあまあ、いつもこんな感じよーっていう。ふっと、3人ふっと。うん。3人こう書いていくと。あ、そこが変わらないんだね。はいはい、はい。もう変わらず。はいはい。やってますから。で、まあ、じゃあ次、ノーズシャドウやっちゃおうかな。はい、お、ノーズシャドウ、そのなんか、アイシャドウでやってるんですね。アイシャドウだよね。本当に？ケイトのね、なんかね、アイシャドウなんだけど、ここにね、ノーズシャドウのやつがついてんのよ、これ。へぇー、あ、そうなんだ。やっぱこれはね、はい、こう、なんだ。重要よ、これ。知りたい人多いんじゃない？なんかコツあるんじゃないですか？ツイッターで見たんだけど、はい、こまあ普通に、うん、まあ、これも変わってない、正直。うん、前回の。うん、こっからここまで入れると。はいはいはい。では、こっからここまで入れると。はいはいはい。全部では引かないんだよね。まあ、あとでちょっと、うん、ぼやかすから。全部は引かない。うん、まあ、ここでの細い方で、うん、まあ、こう。こうなんか、わかるかな？あ、結構書いてますよ、線をこう。書いてるね。結構書いてます。U みたいな。U に書く。うん。で、また太い方をナイフで使って。で、これなんか、
どういう YouTuber が気になるのか、ここで人中が短くなるし、なんで YouTuber、 どういう YouTuber って見てくるの、そっちなんだよで、あとここにもなると、うんうん、ここに塗ることによってなんか唇がぷっくりなるらしい、うん、全部うちの情報なんだよまあまあこういう感じで、はいはいはい、あとは普通にちょっとこう、あ、もう押さえつけちゃう、てかさ、これまだ全体塗ってないよね、あ、待って忘れてた、ねえそういえば今下地で、下地だよね今下地このファンデーションを塗んなきゃいけなかったんで、はいはい、忘れた忘れたんで、はい、じゃあ下地の後にあたかもこれに行ったかの編集してあげるから、はいはい、下地の後に次こちらですってやって、次はですね、はい、下地が塗り終わったということで、はい、で次ウーニーはいのブライトアップスキンファンデーションです、はい、これティンチブル、これ結構いいの、はい、好きなの、結構愛用してますもうないに等しい、ないじゃん、そうもないから ないからじゃあつけなくてもいいじゃんだから忘れた、まあここはね、まあでも言うてこれちょっと薄付きなんで、あ、そうだね、うん、まあ言うてナチュラルな感じで、塗り方はそんな特にこだわりがないというか、これつけると鼻筋もスッてなるし周りもスッてなるんですね、やべ、いやいや、さっき編集で使ったまま、ね、すごいですね、間違えたね、で、まあファンデーションもこれもノーズシャドウも終わって、はい、じゃあどうしようかな、じゃあチークいっちゃおう、おー、チークって最後のやつ、まあ最後だね、まあまあまあバランスいいんじゃん、自分の、あ、じゃあ、まあ、自分のだから、うん、好きなやつ、 あんまね手順はそんなこだわりないんですけど、これちょっとキャンメイクだよ、グロフルールチーク、はい、これ結構ねツイッターで見たけど、うん、いいっぽいよ、あ、それもツイッター情報なんだ、ツイッター情報、なんかブルベとかに、ブルベ肌、ブルベ肌、あ、確かにブルベっぽい、はい、こうなんかねちょっとちょっと斜めに、気持ちテンション上げめに、テンション上げめに、ちょっと丸顔なんだよね、こう上を意識して、ね、上を意識して、はい、これは編集点で前に持ってこなくて大丈夫、あ、これ大丈夫、あ、これ下地の後に持ってこなくて大丈夫、これはこれはあの、うん、今の正しい、あ、わかりました、大丈夫です、はい、次がですね、じゃあハイライトを入れちゃおうか、おお、なんか全部あれで後からいくんだね後にやるやつをやっていくんだね、確かに、じゃあ、はい、セザンヌの、はい、ハイライトです、はい、これ結構いいって聞くよね、これめっちゃいいね、まず細い筆でね、はい、ま、細いのでやるのか、まずこことこの途中、はいはい、こことこう鼻先だけ、はいはい、全部はこういかないです、はいはいはい、うん、全部いっちゃうとやっぱ、うん、伸びて見えちゃいますからね、であとここにも縫いますね、目の、はい、目の、あ、ここの部分ですね、目の際、であとここにも縫います、この何、眉尻みたいな、はいはいはい、田中みな実方式で、あ、そうね、このハイライトすごいぞ、うん、これすごい、てか違う、多分細い筆でやってるからと思う、あ、ギュッとなってるから、そう、これ、え、これ見えるかな、ちょっとこの前、ここ特に光ってる、え、すごいよ、すごい、これ結構いい、大きい筆でやるとちっちゃうからふわってぼやけちゃう、そうそう、だからこういう細かいポイントでやるときはマリナぐらい細い、これぐらい細い筆、パクロためになったよ、そう、ためになったよ、ほらピント合わせてピント、手で、いや、え、これちょっと、あ、そう、これぐらい細いですよって、だからためになる、ポイントの人は指でこうやって言っていいかもしれない、あ、そうそう、指とか、確かに、うん、だから真似していただいて、あ、これこれ取り入れる、次回から取り入れよう、次回から取り入れよう、はい、で、あとはだったらまあここにね、ちょっと唇のこの上の部分ですね、腕に見える、はい、で、まああとはまあここ指でやるんだと、いや、ここ、え、普段は指、え、普段、ここ、まあこれ、ちょっと普段指、そこそ指じゃなくてそここそ大きい筆でやった方がいいでしょ、範囲ちっちゃすぎでしょで、まあ、あの、ここもね、塗ってきますね、わかる、そこいいよね、あ、斜め、ちょっと斜めに、ちょっと斜めにやる、指でね、あ、ここちょっと指でちょっと、あの、ぼかす、伸ばします、うちの指のやつ気に入ってんじゃね指いいねってなっちゃってるで、なんとハイライトこれだけじゃないんです、おえ、なんとあれ、わ、シャネル、これ流行ってるやつだ、そうだ、バレたこれツイッターで流行ってるやつだ、田中みな実が使ってるらしい、うわ、そうなんだ、これ結構見るよね、これなんかラメタイプとかもあるんだけど、うちパールタイプにしました、これなんかね、うん、そんな多分ツヤツヤしなくて、そのタイプのやつなのかな、これ多分なんかもっとみずみずしくなるイメージなんだよね、すごいツルツルになるイメージ、あのね、ラメタイプの方は結構キラキラする、これはあの、このこういう、これの後、うん、パウダーっていうのこれなんつうの、パウダータイプのやつの後に、うん、ちょっと上からこれ、こうやって使い方はよくわかんないけど、手で一回見せてほしい、どれぐらい光るか、うわ、もったいない、あー、あー、つやね、わかる、わかる、わかる、なんかね、あのね、触った感じベトベトしてるんだけど、ベトベト、まあ、ちょっとベトベトして、
これリップみたいな。っていうのこれ。なんかね、美容液とか入ってんだよね。あ、そうなんだ。この上から、ちょっとね、重ねることによって、さらにね、うん、潤い度がね。あー、ちょっと水でも、美容液入ってるから、剥げないんじゃないやっぱ。あ、手の温度で溶ける、これ。そうよ。すごい。あんま触んない。あんま、長く触んない。長く触ったら、もったいないから、ね。怖っ。潤いだ。潤いだよね。潤いだよね。なんか、ちょっと、テカリに近いのかな。あ、テカらせたい。なんか、昔、水耕肌って流行ったじゃん。うんうんうん、あれに近いかも。あの、水耕肌って多分、全体がピカってしちゃうと思うんだけど、これはほんと、部分的に光らせるって感じかも。そうだね。うん。ちょっと忘れちゃった。忘れちゃったんですけど、うん、あの、おでこにも入らないと、あー、うん、じゃ、じゃ、おでこはあれない。何？まず、こう、真ん中にね、ちっちゃっ、はい、ちっちゃくない、ちょ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 んって置くのよ、はい、そうそう、ちょんって置いて、その後にこうでかい筆でこうやって、うん、こうぼかすと、うん、で、こうをこうやるんよ、あ、ま、こういう感じなんだね、真ん中に、うん、グラデーションみたいな、あ、なんか、ね、なんか立体感が出る、はいはいはい、一番光ってるのは中心だぞ、あ、そうそうそう、はいはい、でも周りも光ってる、なるほどなるほど、そう、で、今こんな感じ、そう、お、すごい、すごい、すげえ、真ん中に置いたところ、ほら真ん中置いただけでこんな違うよ、こだわってた割に忘れてるって、めっちゃ焦ってた。よくヘラヘラでハイライトすごいですねってめっちゃ言われるの。ああ、言われる、ツルツルみたいな。そうそうそう。今日ハイライトやるの忘れちゃったんですけど、あのハイライト多分めっちゃちゃんとこだわってみんなやってるから。確かに。ハイライト大事よ。うん。ハイライト大事だわ。すごい。そう。じゃあ以上ですか。じゃあまだまだ。はい。大事よ、大事な。次がもう眉毛やっちゃおうかな、眉毛。はい。眉毛です。眉毛は美声の。ビシェ、ビシェのやつ、ピンクのやつですね。髪の毛の色に合わせて、あ、そういうことね。で、あのね、最近ね、めっちゃね、気づいたことがある、うん、うち今まで眉毛を、うん、なんか、何、眉毛の黄色い、うん、なんていうの、あ、なんか眉マスカラ、マスカラ、眉マスカラのめっちゃ黄色いやつ使ったの、ははは、色素を飛ばすみたいな、眉マスカラで、うん、脱色したような色になるマスカラ、あ、普通に、あ、はいはい、使ってからこれをやってたんだけど、うん、それだとなんか結構のぺっとしちゃうのよ、はいはいはい、あの毛がしなっちゃうからね、あ、そうそう、だから私ラビーの、はい、眉毛に通うようになりました最近、おー、ありがとうございます、何ヶ月か最近結構通ってんのよ、多分一番通ってる、うん、え、お前、まやちゃん1週間に1回とか行ってんの、もう自分で眉毛剃ることができなくなったもんでしょ、あれ、最近行ってる、多分修理お店に行ってる、うん、社長さんみたいなもん、いつか多分ミーティングしてる、そう、いつか多分ミーティングしてる、先日なんだけどってぐらい通ってくれてる、すごいすごい、え、けどラビーの眉毛もまつ毛も全部そうなんだけど、アドバイスしてくれるのよ、特に眉毛なんだけど、あなたに合った眉毛はこれですよ、メイクはこういう風にした方がいいですよとかを事細かく教えてくれるから、うん、インスタとかにも載ってるもんね、そのやり方を載せてくれてるから、マリナの眉毛の詳細はあのインスタ貼っとくんで、その教えてくれてる店長と これ見たら細かくわかります、で、ここの私の、ま、真ん中がねちょっと濃かったんだよね、はいはい、そこをね薄くしてもらいました、バランス見てね、バランス見て、で、まあここちょっと毛で、ちょっと、はい、毛並みをね、毛並みを整えてから、うん、塗っていきますと、はいはいはい、これ、お、これは毛糸ので、なんかね、どういうな、なんかよくわかんないけど、なんか このね、端っこをちょっと濃いというか、うん、中間色みたいな、今ね、このピンクとね、このね、濃い色をちょっとだけ混ぜて、うん、混ぜて、この描き方、昔と大違いだね、ね、あ、やっぱラビーで決めてもらったんだ、綺麗に、あ、うん、そうか、ベースがもうあるから、枠ができてるから、そうそう、そこをちょっとね、うまくね、やるだけで大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですから、この細い筆でね、うん、今こっちも同じように、うん、結構人って眉毛じゃない最初変えるべき、うん、いや、ほんとそう、じゃ、こんなちっちゃいでやってんのそりゃバランス取れねえわ、え、でもほんと眉毛でガチで垢抜けるよ、え、垢抜けるのどうしたらいいですか、一回眉毛を描いた方がいい、眉毛なんですよ、うん、あの、このマリナが眉毛描いてる間にここら辺に眉毛どれだけ垢抜けるかっていう眉毛のせときます、ね、それぐらい眉毛ってマジで重要、大事、男もマリナの次に JP が通ってくれてますからね、JP 必ず来てますから、ね、彼はJP は七葉にゃんとかもさ、もう来たね、もう超だいぶ変わってるね、だいぶ相馬さんも来た、あー、あー、そうだね、あとカノックスターが一番変わったかな、あー、カノックスター眉毛でめっちゃ変わった、確かに大事よね、眉毛アートももちろん大事なんだけど、うん、眉毛アートってやっぱ高いのよ、1回20万とかしちゃったりするから、あのラビーだったらねもう数千円でできるんで、整えてもらってね、うん、で、あのね、ここはね濃くしちゃいけないんだって、あの男っぽくなっちゃうからね、眉毛の、うん、眉頭、眉頭ダメだから、うん、こうなんかね、この中くらいの、あ、次ちょっと太め、ちょっと太めの、うん、ではまあこう真ん中こう塗るじゃん、はいはい、先頭の方はちょっと残った熱を残ったやつぐらいで、はいはい、馴染ませるぐらいで、だから薄くちょっと濃くみたいな感じの、そう眉毛にちょっとね
上手くなったんじゃないですかね。確かにマリナ昔眉ペタンってなってたよね。こうペタ塗りの垂れ前になってるよね。そうそうそう、まあまあこんな感じですね。はい、はい、見せてください。おお、マリナがどれだけ眉毛で垢抜けたかって、うん、ビフォーアフター貼っていいですか。過去のマリナの眉毛またね。はい、また毎回ちょっとメイク動画で参上してるマリナのあの伝説の、ね、伝説の、はい、伝説の眉毛があるんですけど、はい、ではこちらです。はい、はい、次あの今日 3C のこの、はい、なんかソムデフ、ソムデフみたいな読めない。これもなんかインスタでなんかね、あこれ割と新しい方のやつ。これ多分新しいやつ。このラインナップ見せてください。今の服に似合ってる、うん、分かるよ。もっと努力して前行け。そうそれくらい使う。そうそうそう、これ近い。今初めてやる。今初めて。だってもう、だってちょっと形跡ないじゃないですか。確かに、ほんとだ、うん、すげえ、まあ、挑戦だね。これはね、こうなんか、うわすごいピンク。やめてよ、もうやめてよ。そうだよ。いや、これマリナのすごいところが、うん、前からそうじゃん。濃い色入れても馴染むんだよ。あ、そっか。結局馴染むんだ。これはね、こうね、囲むようにね。うわ、すごい囲む。囲むようにこういきます。え、それは多分さすがに動物の森で蜂刺されてちゃう。違う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 。あ、ここから、あの、指で馴染む。指でね。指でも馴染ませる。焦んなら焦んな。焦んな。焦んな。あんま心配させない。あんま心配させない。同じことする。一つのこと一つしかできない、うん、まあまあこれも運転しながら喋れないけどね。運転しながら喋れないけど、一つのことをね。そうそうそう、涙袋まで行くんだね。涙袋まで行きますよ。しかも結構濃いめ、うちの肉眼で見たら濃いと思われる色だよ、この真ん中とか。まあまあまあ、まあ、でもつけたらそうでもないっていう。そうだよ、確かに。結局そういうことだから。次はですね、この白い色っていうの。白？こっち側の色。あ、隣のやつね。まあこのアイライン、なんだっけ、ちょっと光見て。あるんだ。ある。そう、ある、あるんよ。やっぱりそれが例のそれ？そう、これがちょっとね、書いてあるよ。あるんだ。あ、その通りにやってんだ。そうよ。一回でやってどんなもんかな。これで微妙。なんでやったことないで、この人知ってんだろうね、思った。しっかりちゃんと、矛盾があって、こう、目。あ、二重幅にこう乗せてから、目頭っての？目頭。この辺が。くの字で。くの字でこう見てると。はい、おこっちもすごい、なんか後から薄い色のせるんだね。うん、まあまあ。で次、はい、次が、全体に濃い茶色を囲むようにのせる。絶対嘘。それはまだだろ、それは。いやー、まあ危ねえな。この色ちょっと茶色、はい、はい、ちょっと茶色を上下目尻を深める。深めるってのは、これもくの字ってことでしょ、多分。要するに濃いでしょ。あ、囲むっていうよりも上下にこうだね。くではないね、こうだね。うん、見る限り絵だと。ああ、え、まあ好きなのでいいんじゃない。あ、でも結構いいね。あ、でもいいんじゃないこれ。結構いい。次、綺麗なホワイトピンクのラメ。これはあのね、いいですか、はい、ホワイトラメ。あ、はい、買っちゃっていいですか。はい、私あのこのキャンメイクのこのね、ぼやけてんなピント。ジュエリーシャドーベースですね。はぁ、あ、開けてみてみたいな。開けてみたいなこれ、あ、かわいい。え、綺麗。これ結構ね、プチプラでね、キラキラなんだよ、これ。手につけてみてみたいな。手につけてみたいな。あ、ピンク、綺麗。ラメが綺麗。わかる？上まぶたの中央はね、絶対大事。そうだね、ここの真ん中ね。なんか目が大きく見えんだっけ。うん。え、綺麗。ちょっと見せた方がいい。閉じたり開けたりして。もっと近づく。もっと近づく。結構ガッと。もうちょっと近づいて。もっと、絶対近いでしょ、これ。絶対近いでしょ、これ。絶対近いでしょ、これ。え、こんなもん。ぼやけてんじゃん。あ、一緒にピント合ってない。あ、違う、違う、受けるわ。近っ。あ、いや、あ、そう、そんなに。何してるの。これを目頭、うん、目頭にもちょっと塗ると。でね、下はね、サウリンはね、あーやっぱこっちがね、 3C のグリッターですね、うん、粒でかいやつ、はい、一番でかいやつ、粒が結構これ K-POP のなんかアイドルの子たちもなんか使ってそうだよね。なんか使ってるわけじゃない。これさ、ステージ映えみたいなイメージあるけど、普段使いで、うん、でしかもこう流行り廃れないっていうか、一生、そう、一生ずっと何年も前からずっと使ったやつだから、ね、こんな感じです。はい、3C 多めだね。 3C 多め、はい。アイライナーはこのね、なんと田中みな実ちゃんが使ってると言われてるアイラインスター、なんかアイラインデザイナーライナーみたいな。え、初めて見た。ここの行きみたいな。へえ、高いの。なんかね、パール、いや、安いよこれ、1000円以下とか。へえ、でこれパールが入ってんだよね。あ、え、綺麗。
こう分けるから本当だめっちゃ綺麗合わせよでちょっと手を動かしてみてそういうことじゃない違う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 上下上下上下そうそうちょっとパール入ってるの分かりますかねそうパールが入ってるこうやって間違えた間違えた普通いや本当に間違えたってやこの癖なかったうちやっぱね目がでかいからね、うん、ブラウンでもちょっと薄めのブラウンじゃないとねあきつくなるんだよねすごい綺麗ちょっと下目に下目系そうでこう、うん、またこうやってまたやっちゃう、ま、左みたいあとはあのクリアマスカちょっと汚いけど、はい、これもラビーで汚いなんかドスグロくなってんだけどクリアじゃねえじゃんそれやばもうクリアじゃないんだけどクリアじゃないってもう真っ黒だけど大丈夫まあうちマツエクしてるんでねお目目うるうるじゃないお目目うるうるあそうお目目なんとかお目目お目目みたいなそう可愛いよねこの名前これって何な何のあれなの束になるあーまつげエックスでしてる人がそう言って今中華風まつげ好きな人いるじゃん、うん、あのまつげも元々のデザインではあるけどこういうので整えないとあれぐらい綺麗にならないと思うあそういうことなんだ、まあ、なんかやっぱさ散らばるじゃん。そうそう、散らばっちゃう、ね。だからこれ、こういうのでまとめるわけよ、結局。そうなんだ。で、次は、まあ、下のまつげですね。はい。うん。まあ、下もちょっとね。で、マリナさ、ちょっとさ、あれだよね。下まつげ。上に向いてるよ、ね。上に向いてるから、絶対あれした方がいいよ。うん、下まつげがバレちゃうんだ。確かに。一回したいのかな。やったんだ。ラビでやったわけ。ラビジェルってさ、ラビジェル。パリジェンヌパリジェンヌって何ヶ月持つ ?1 ヶ月かな。1ヶ月経ちました。あ、やった方がいいと思う。そろそろ行かないとって思ってた、ねうん。マリナみたいなまつげ、言ったら逆まつげに近い人は、中に入って痛い人がいるから、それもパリジェンヌめっちゃおすすめ。うん、そう、だから前回あの、1ヶ月前にパリジェンヌ行ったんで、ちょっと落ちてきちゃった。ちょっとやった方がいいんだ。また、ちょっと目、あ、だからよく目痛くなるんじゃない？あ、それもあるよ。そう。うん、だって、瞳にくっつきそうだもん。うん、くっつきそう。そんなやばい。うちは横から見て、わ、これ絶対パリジェンヌのまつげだな。ついてる。で、あのね、やっぱね、下についちゃうでしょ？はい。あー、下地をね、あ、うん、このマジョマジョの、やっぱマジョマジョが結局ね、いいのよ。あ、そうなんだ。マジョマジョのこのね、下地を塗ると。からの、マジョマジョです。おぉマジョマジョの、マジョマジョの、この茶色、ブラウンのやつ。はい。でも基本ブラウンなの、あの、マツエクもブラウンなんで。なんか柔らかいイメージ、ね。あ、そうそうそう。あ、そう、もうマリナのマツエクのデザイン貼っときますね。よく聞かれるんで。はい、あ、確かに。めっちゃ綺麗。聞かれます。で、これはね、ここにつくから、こう、あ、そのためのティッシュだったんだ。ティッシュ。これもツイッターで見た。今の状況は。あゆみ結構完成してきてますね。うん。リップもね、またね、いい。下地。お、まず下地。あ、うちも持ってる。使ったことないけど、家にあるわ。これなんか友達から誕生日じゃない、うん、なんかクリスマスプレゼントで友達が思いました。でもやっぱ下地って大事よね。うん。大事大事。これが、昨日買った、あ、サンローダン、これ。うん、サンローダン。サンローダンのね、かわいい。可愛いっぽいやめっちゃピンクじゃない？え、あー、でも塗ると、塗ると違う、うん、ちょっとその色綺麗かも塗ると違うんだけどあ、まあ、でも唇塗った方がいいうん、一回唇超ビビッとなのかと思ったこれ見たらあ、全然全然マリナの唇は何 cc ずつでそうなるんですか確かに気になる結構前入れたからこれあ、そうなんだ上はいい上はヒアドロンさ定着系だよね定着系だよね定着系 YouTuber でしょ超いいじゃん、それなんか塗ってたらどんどんなくなってるこんな感じですはいはいはいで、まあ、最後に塗っちゃおうかなじゃあどれなに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 あ、このサオリンがおすすめしたこのあ、出たロムアンドのこのちょっとうるうるになるやつあ、これでぷっくりさせるとはいはいこれはまずよ綺麗はい完成でございますはい今日のメイクはなんていう名前でしたっけなんだっけ春を先取り、はい、はかなげはかなげ大人まあ、もう一回敷き直した、はい、今日のメイクは儚げ大人かわいい春を先取り新春メイクでございますおお完成でございます新春ピンクメイク新春ピンクメイクでございます絶対そんなってないじゃん完成でございますはいはい、ありがとうございます、はい、ちなみにカラコンは何使ってるんですか、はい、あの、なんかちょっとピンクっぽいカラコン使ってます、ねカラコン教えたくない女だよね。なんで？なんで？なんで？なんか前言ってたよ。なんかカラコンの種類だけ教えたくない。なんで？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 前言ってて。あ、これは一つあの、ありましたうちベースカーブが 8.8 なのよ。あ、はいはい。8.8 ってマジでなくて、うん、しかも結構人気のやつで。あ、じゃあだからもう、うん、なくなったら言っちゃったらもしかしたら。うん。顔じゃん顔言うやん8.8 1人や2人まあ1人や2人がいいでしょ1人や2人ぐらいいいでしょその1人がもし50個とか買ったら終わりやんいや絶対買わない誰のやつ
誰のやつじゃない、韓国のなんかサイトのピエルみたいなサイト、ザピエルみたいな、ザピエルっていうサイトで買ってます、うん、はい、らしいです。そこからちょっと見つけ出してみてください、はい、はい、ということで以上で、はい、すごいめっちゃ変わりました。じゃあ一番のポイントは眉毛だったということで、今日ポイントは眉毛ですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。